皆さんこんにちは。 2018FIFA ワールドカップスタジアムではラウンド16の一戦が始まろうとしています。実況は私西岡明彦、解説といえばこの方福西崇史さんをお迎えしました。福西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからはノックアウトステージですね。負ければ終わりですから、前半はお互いに様子を見てくるかもしれません。とにかくキックオフが待ちきれませんね。今日の試合は日本がイングランドと対戦します。スパルタクスタジアムはスパルタクモスクワのホームスタジアムです。スタジアムの外にはスパルタクの象徴である剣闘士の像があります。ここを訪れるとスタジアムよりもまずあの像に圧倒されるんです。日本のスターティングメンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。イングランド代表のスタメンをご覧ください。これは一般的な 5-3-2 です。ボールを奪った時どれだけ前に出られるかがポイントですね。さて、いよいよ待ちに待ったキックオフです。これは大きな一戦ですよね。僕も楽しみにしていました。日本がゴールを狙います。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。イングランド、スペースに見事なスルーパス、キーパーの手の中へ。ジョン・ストーンズ、ジェイミー・バーディ、レフリーはプレーオンのジェスチャー。イングランド続けます。ケイン、いいボールが入りそう。ジェイミー・バーディ、ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受け手と出し手のタイミングがずれてしまいましたね。柴崎岳、さあスタジアムのテンションが上がります。岡崎、このシュートはちょっと強引すぎたか。クロスはマイナスコース、キーパーが軽々とさばきました。香川真司、よく聞いています。長谷部、柴崎岳、乾隆、さあ日本が攻撃します。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ハリー・ケイン、ゴール前に入ってきた。ジェイミー・バーディ、パンチングで弾きました。ワールドカップはグループステージを終え、ここからは16チームによるノックアウトステージです。負けたら終わりの一発勝負です。一つのミスが致命傷になりかねませんので、決して気が抜けません。
いい形でゴール前まで持ってきました。長谷部誠、さあ長谷部が持ってチームとしての連動性が出ています。ジョン・ストーンズ、ハリー・ケイン、ジョーダン・ヘンダーソン、イングランドが攻撃を狙います。長谷部誠、スルーパスが味方に通る。岡崎にチャンス。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。このシュートはしっかり決まりました。岡崎らしいゴールですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。試合は再び始まりました。リードしているのは日本。フィル・ジョーンズ、ハリー・ケイン、ダニー・ローズ、危険な位置です。緊張感が増してきます。イングランドのボールでスローインです。チャンスは終わりません。ジョーダン・ヘンダーソン、ジェイミー・バーグ、ここで打つ。キーパーが取ります。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ボールがこぼれました。ジョン・ストーンズ、エリック・ダイヤ、うまく読んだインターセプト。日本がゴールを狙います。ジョーンズ、イングランドのアドバンテージ、プレーは続きます。エリック・ダイヤ、乾隆、岡崎慎司、見事なシェアです。ここはシュートチャンス。ボールはこのシュートを弾いた。再び戻す。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを持って中に入る。キーパーがうまく飛び出した。岡崎慎司、原口元気、かわした。さあどうする。ニアにクロス。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。乾隆、さあ突破しました。ヘンダーソン、ジェイミー・バーディー、ハリー・ケイン、ダニー・ローズ、さあカウンターで一気に行きたい。岡崎慎司、香川慎司、無理をしません。タッチラインの外にクリアしました。ダニー・ローズ、さあここでプレスを受ける。原口元気、岡崎慎司、積極的に飛び出しました。ボールを確保。仕掛けるタイミングが気持ち早すぎましたね。
乾隆、香川真司、いい形でゴール前まで持ってきました。宮野選手をパンチングで対応、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ボールが足につきません。ルーズボールだ。乾隆、岡崎慎司、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ちょっと超えてしまいましたね。ギリギリでした。これを繰り返し狙っていけばチャンスになりそうです。長谷部が行きます。長谷部、ルーズボールです。ボールはどっちだ。よく聞いています。長谷部、柴崎岳、入るか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、シュートをセーブした瞬間もご覧ください。いいシュートだったんですが、ゴールキーパーの反応が素晴らしい。ファインセーブです。アダム・ラランエリック・ダイヤヘンダーソン、危険な位置です。緊張感が増してきます。吉田のファールです。長友佑都、柴崎岳、香川真司、日本ボールのスローインになります。庄司源、いいカットです。ボールを奪いました。カイル・ウォーカー、イングランド、ゴールへのイメージが強、イングランドのフリーキック。これは止められます。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。バーディーがゴールに向かう。チャンスです。ケイン、ボールへの寄せが非常に速い。長谷部が行きます。長友佑都、柴崎岳、これは見事なパスカットです。日本がゴールを狙います。長谷部がサイドでもらいます。ディフェンスがうまく対応。香川真司、長谷部が行きます。岡崎真司、岡崎、追加点とはいきませんでした。いい反応です。アダム・ララーヌ、ハリー・ケイン、ヘンダーソン、ボールを運びゴールに襲いかかります。ダニー・ローズ、The fourth official is indicated by the time of 3 minutes of the time. ルーズボールになった。柴崎岳、ジェイミー・バーディ、ケイン、中央へのケインのオフサイドです。エリック・ダイヤ、さあスタジアムのテンションが上がります。ハリー・ケイン、ハーフタイムです。
ノックアウトステージ初戦は前半からスコアに動きがありました。しっかりリードして。さあラウンド16後半戦のキックオフです。ハーフタイムで何か指示があったのか、後半の入り方に注目しましょう。ボールを取りました。さてどうする。さあ日本が攻撃します。長友佑都、柴崎岳、乾、見事なセーブ。ピンチを救います。コーナーを獲得、点差を広げるチャンスです。コーナーからエリア勝負ゲン。このヘディングは大きく外れました。叩きつけたかったんでしょうが、当たりが悪かったようですね。エリック・ダイヤ、ボールは再び足元へ戻されます。ハリー・ケイン、あっと柴崎岳、原口元気、タックルでボールを奪いましたが、タッチラインを割ってスローインです。酒井、乾隆、よれた。このプレーはホイッスル、イングランドにファールがありました。2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。もう一度見てみましょう。これは予想外の展開となってきましたね。相手にシュートを打たせていませんね。ここまでは素晴らしいパフォーマンスです。ハリー・ケイン、フィル・ジョーンズ、エリック・ダイヤ、ボールを中盤で奪いました。香川真司、危険な位置です。スルーパスが味方に通る。このパスは読んでいました。ここは止められました。ボールをキープされます。柴崎岳、いい形でゴール前まで持ってきました。乾隆、ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。ここで交代ですね。この選手、今日も素晴らしい活躍を見せてくれました。見事でしたね。チームの中心として働いていましたよ。ジョーンズ、ジョーダン・ヘンダーソン、イングランド、フィニッシュまで持っていきたい。ジョーダン・ヘンダーソン、ハリー・ケイン、どこまでドリブルするのでしょうか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。香川、キーパーが止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。ジェイミー・バーディー、イングランドが攻撃を狙います。香川真司、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。いいカットです。ボールを奪いました。
柴崎岳。日本がゴールを狙います。香川、ボールが収まります。エリック・ダイヤー、カイル・ウォーカー、ケイン、カイル・ウォーカー、ボールを失いました。ここは庄司、ボールをクリアします。アダム・ララーヌ、ここは2人で回します。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ボールの動きが激しい。岡崎慎司、走り込んだ味方にスルーパス。これは狙います。ボールはまだ生きています。この動きが長谷部です。タックルが決まりましたが、スローインです。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。さあ、日本が攻撃します。ダラーヌ、ハリー・ケイン、よく効いています。長谷部、ダニー・ウェルベック、ウェルベック、ここで攻撃を止めます。誰も見ていなかったですね。ダニー・ローズ、うまく読んだインターセプト。岡崎慎司、ここで網にかかる。ウェルベック、ハリー・ケイン、イングランド、ゴールへのイメージが共有できていますでしょうか。この交代で流れを引き寄せることができるでしょうか。エリック・ダイヤー、カーヒル、いくつか選択肢があります。これは来た。ここは川島が見事に止めました。さあ、突破しましたよ。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。エリック・ダイヤー、危険な位置です。緊張感が増してきます。ヘンダーソン、出足が鋭い。カットします。ケイン、ボールを取り返した。危ないと判断しましたか。ここはシンプルに外へ出しました。お聞きください、この声援。サポーターが選手たちを後押ししています。はい、入るか。川島のビッグセーブ。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。ヘンダーソンのパンチングで止める。ゴールキーパー絶好調ですね。視線が中にいった。さあ、出すか。さあ、どうしますか。ラヒーム・スターリング、ダラン、カイル・ウォーカー、ルーズボールになった。スローイン、素早いリスタートですね。柴崎岳、酒井。日本がゴールを狙います。こんなにチャンス。コースを塞ぎます。カイル・ウォーカー、
ラヒーム・スターリング、ハリー・ケイン。さあスタジアムのテンションが上がります。マイナスのクロス、スターリング落ち着いています。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。ここはちょっと軽率なスローイン、相手ボールです。スペースに見事なスルーパス、味方にスルーパスを狙いましたが、これはチャンスだ。ゴールゴールゴール、至近距離から決めてきました。このゴールでさらに勝利に近づきました。完璧な試合運びですね。相手を終始圧倒しています。別のアングルからご覧ください。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ジョン・ストーンズ、ラヒーム・スターリング、ジョーンズ、ヘンダーソン、ファビアン・デルフ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ストーンズ、香川真司、カウンターのチャンス、ここは決めたい。乾隆、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ハリー・ケイン、これは見事に奪いました。いい形でゴール前まで持ってきました。いいところに出た。ここは得点も許しません。最後のところでしっかりと守っています。止めた、弾いた。小林優、素晴らしいセービング。レフェリーは indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time。 ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。危険な位置です。緊張感が増してきます。フィル・ジョーンズ、ジョーダン・ヘンダーソン、アダム・ララーニ、岡崎慎司。さあ日本が攻撃します。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ターヒル、ダニー・ベルベック、ここはディフェンスが対応します。試合終了のホイッスルです。ここで試合終了です。チームは見事にワールドカップの準々決勝へ進出を果たしました。見事なパフォーマンスですね。次につながる大きな勝利でした。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。